こんにちは、カツオンです。でね、今日まあ仕事やバイト休みなんですけど、ちょっとね朝ね、まあ9時過ぎなんですけど散歩してました。朝散歩、うん、今日は9時前にちょっと起きて、ちょっと洗い物したりとかね、ゴミ捨てたりとか、あとまあちょっと朝散歩したりとかね、コメントチェックとかしてました。うん、今日はね、まあちょっと雪降ってますね。うん、まあでもまあいい感じの曇りだけど、朝日も浴びれて、うん、でまあニコってね、ちょっとこう笑ってました。変な人だと思われないというね。そういう気をつけて。で、まあね、こう、ニコーってこう、表情筋でこう、ニコーってやると、なんかこう、ちょっとまあ、まあ人は、こう、気持ちがポジティブになるっていう、なんか、だからその、幸せだから笑顔になるっていうより、なんか、笑顔になるから幸せになるっていう、なんかそういうのも聞いたことあるんで、ちょっとこうね、まあいろいろまあ、そのね、不安とかもあるので、ちょっとこうね、少し頑張って笑顔になってました。朝日浴びてね、散歩して、リズム運動ね。で、笑顔、セロトニン出るんじゃないかなと。うん。まあ、いろいろね、まあ、YouTuber 活動してるとね、不安要素ありますから、まあ、僕自身の状態がね、より良くなって、うん。まあ、ポジティブにね、生きて、より多くのね、視聴者さんに、やっぱこう、幸せを届けたいっていう気持ちでね、常にやっぱこうね、まあ、大きく持っていれるように、まあ、僕もやっぱ人間なんでね、こう、まあまあ、イライラしたり、気持ちが下がってくると、やっぱそういうね、まあ、気持ちがね、なかなかあんまりモテなかったりする時もあるんで、そういう時はやっぱこう悪循環になっていくんでね、 YouTuber 活動としてもね、まあいろんな人に迷惑をね、こうまあかけたくないっていうためにも、自分自身のね状態をこうやっぱより良くするために、こうセロトニンとかに出してね、で部屋もちゃんと片付けて、うん、全てをなんかまあよくね、より良く変えていきたいなっていう感じですね。うん、いやなんかいいやつだな。まあ復帰当初の時とかと、そのコメント欄の様子がね、全然こう変わってきてる、用語コメントがまあなくなってきてるって、こう結構指摘してくする方も結構いますけども、まあそのことに関してもね、なんかやっぱりこう俺の中でやっぱり申し訳ないっていう気持ちはやっぱ常にあって、なんか心がチクチク痛むっていうかね、まあ応援してくれてたのにね、もうなんかまあこういう状況になっちゃって、その時その時の自分のこっちだっていうなんか直感に、まあ、従って、それが正しいのか間違ってるのか分かんないんだけど、こっちに行きたいっていう、そこに意味があるはずだっていう、うん、まあそういう気持ちで、まあ、進んできて、まあ、今こういう状況になって、まあ、うん、最近はちょっとね、動画の高評価率もね 40% ぐらいなんですよね。まあもう高評価のがね結構下回ってるんですよね、最近もずっと連続で。まあそういう状況で、うん、はあ、まあね、人としてこっちが正しいのかどうかちょっと分かんないんですけど、うん、まあね、とりあえず俺自身のコンディション、俺自身の状態が全てだと思うんで、うん、まあ俺自身がよりね、より良いセロトニン人間になって、まあ全てをね、まあ愛せるように、うん、まあそういう状態でね、できるだけ常にいられるように、まあ采配をね、まあ味方につけてって言ったらあれだけど、それで全てを、まあ、さっきも言ったけど、それによって全てを変えていきたいっていうか、まあある意味奇跡を起こして変えていきたいっていうかね、うん、まあ奇跡を起こすのは俺じゃなくて采配なんだけどね。
行かせていただいてありがとうございます。コーヒー屋さんもなんで、すごいおしゃれ。仙台城だ。実在した人物なんだね。ちょっと障害をお持ちのね、人物だったらしいですけどね。なんかもうでもすごくニコニコして、本当にみんなの癒し系だったのかもしれないですね。おみくじ、くくあ、間違えた、 ここじゃねえ、お金入れるのここじゃなかった。これがな、やっぱ対岸成就、 YouTuber たちの成功ね、出ればいいな。順風満帆いいね、なんかキラキラ光ってて縁起良さそう。まあ、商売繁盛ですね。まあ、YouTuber もね、まあ、一応こう YouTuber っていうのも、まあ、ある意味、まあ、その個人事業主というか自営業的な感じかもしれないけど、まあ、商売ということで YouTuber 商売で順風満帆に、まあ、アンチの、ね、嫌がらせもあるけど、まあ、でもね、みんなに支えられながら、なんていうかこう順風満帆にやってくるっていう活動チャンネル、いい感じで、大吉、仙台城さん、ありがとう。ご縁がね、10回あるように別にあれですけどね、ありがとう、ありがとう。いいね、なんか雰囲気あっていいですね、朝一。僕こういうの大好き。あ、すいません、なんか海鮮丼とか食べれるところってあったりするんですか。食堂的な、食堂的な、まず隣で海鮮の、あとは地下1階海鮮、あずま屋さんっていうところ。あ、地下もあるんですか。はい、あ、
地下に行くには月明かり左側のエレベーターで地下に行ってください。はい、あ、わかりました。ちょっと倉庫みたいになってるんですけど、お店ありますか？あ、わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。人が優しい人が優しい。地下に行くエレベーター、地下行ったことなかったから、どうせだったから、どうせだからね、ちょっと地下行ってみようと思って。おお、なんか雰囲気あってまたいいですねうわ、あ、お店、あ、食堂っていうよりはなんか本当に店って感じですかね。おお、かわいい、萌え萌えキュン。あ、時間帯的にちょっと難しかったかな。立ち飲みガールズバー、ガールズバー、まあ、楽しそうっすよね。うん、ちょっと食堂食べれそうなとこなかったんで、今の時間帯ちょっと一回出ます。もう一回ね、もう一回スタートに戻ってきました。スタート、スタート位置。小豆売ってるの、小豆すごい。でこっち八百屋さんで、こっちで終わりね、朝市ね。なんだろう、100メートルぐらいのかな。うん、面白かった、面白いですね、朝市。仙台の文化いいですね。食堂とかってあるんですかね。食堂はね、ああ、買ったんでね、鉄火丼とかなんか、ね、あれでしょ、右見たらそこの惣菜屋さんのとこだよ。あ、地下ですかね。地下でね、ほら、そこ、ああ、お惣菜屋さんあるでしょ、そこにおる、ああ、あのね、そこの隣のテントの、あそこだけど、ね、左、あと地下さえ行けばあるよ。まっすぐ行って、はい、ちょっとすぐに魚屋さんの角、ちょっと下さ降りて階段あるの曲がれば、はい、そこに下ずっと行くと、あの食堂がある。あ、ありがとうございます。その食堂、一番外れの食堂聞けばいいんだよ。あ、はい、この差出ないでだよ。はい、あ、ありがとうございます。はい、だっち、はい、どうぞ。あ、すいません、すいません。あ、食堂ってここで食べれる？うん、うちなんだけど、もう終わったんですよ。あ、終わっちゃった。あ、うん、何時までとかって、その時によるのも、あ、わかりました。じゃあまた来ます。はい、またよろしくお願いします。残念、残念。あっちがね、最後の八百屋さんで、あっちの、あの、ここ今中間地点ぐらいなんですけど、ここね、食堂だったんだけど、ちょっと今の時間帯難しかったみたいです。じゃあちょっと野菜買って帰ろうかな。あ、すいません、ね、レモン4つお願いしていいですか。300円。あ、はい、あ、すいません、はい、じゃあもう、ここね、最後の八百屋さんね。うん、いいですね。はい、という感じですね。朝一をね、ちょっとね、軽くね、ちょっと紹介しました。楽しいですね。ちょっとね、いっぱい食材買っちゃいました。あ、宮城県仙台市にお越しの際は、ぜひね、朝一、ちょっと時間帯ね、ちょっと気をつけて遊びに来てください。カツ丼でした。ありがとうございます。高いね、オグランオーソドックスな。今ね、ちょうど焼きたてだって。うまい、おいしい。